銀と今回の聞きどころはゆかちゃんの久しぶりのあのコーナー復活かしほりんやっぱりこれだとにんまりそんなこんなで始まりまーす。ということで始まりました通常営業一発目、うん、通常営業、ね、営業はちょっと違うかではゆかちゃんさとみんに聞いてみたいことを締めといえばどっち？うどん？雑炊？鍋の話ですね、うん、はい、うん、まずは鍋の味によってちょっと変わるかな、うん、だいたいうどんかな、うん、もしくはすいとん、うん、だいたい何鍋？だいたいだし系の鍋か、うん、あとは味噌かといったところですね。うん、私は濃い味噌味の方が好きなんですけど、家族はやっぱごまだれとかポン酢で食べるのが好きなので、だからどんだけ味をつけててもポン酢をつけて食べてたりとかするので、うん、なんか味つけててもどうなのっていうところからだしと味噌で交互っていう感じですかね。私は雑炊派ですね。一人暮らしなんでこっちに来てからはお鍋自分で作って食べはしないんですけど、実家にいた時はやっぱり締めは雑炊にしてたので、もうそれが定番になってますね。一人鍋いいよ、専用のやつあるし、うん、え、しほりんは？私一人鍋だとやっぱり手軽なんでうどん、雑炊食べたいな。雑炊の方が簡単じゃないですか、ご飯パッと入れて。だってご飯まず炊かないじゃない。あー、なるほどね。そういうこと。卵がいるじゃない。なるほどね、うん、さっき味噌の鍋って聞いて、きりたんぽもいいよなって思った。きりたんぽって味噌味ですか？私醤油味のイメージなんで。私が秋田に行った時は、はい、うん、私きりたんぽって焼くイメージだったんだけど、うん、鍋の中に入ってて、はい、うん、そうです、ね、美味しかったのを思い出しちゃった、はい、へえ、いやいいな、本場のそのきりたんぽ鍋食べたい、うん、秋田料理屋のお店に行ったらこの時期ガンガンにうちのね、近くのスーパーにね、きりたんぽ売ってるんだけど、はい、カロリー見ると高いな、カロリー見ちゃいましたか、そっか、まあお米粒、お米の集まりですもんね、ぎっしりだし、そうですよね食べちゃおっかな、食べたくなってきました。あ、食べるために体動かしてから。ああ、いいっすねはい、はい、決まりはい、ということで今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。このコーナーは私が大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい今年も続きます。はい新年一発目のドラマ楽しみですでトピックス3つ紹介したいと思います、はい、1. どんな意味？ 2.スカッとしたい。3. なんだかな。この3本立てです。はい、ふんふん、なんだろ う。では1どんな意味、うん、これとやっぱり触れておきたい2020年大河ドラマ、うん、キリンが来る、日曜日の8時 NHK、うん、1月19日から始まりました。はい、うん、で戦国時代いいなっていうので、うん、やっぱりこれだなとにんまりしたわけですよ、うんうんうん、はい、主人公が明智光秀さん、演じるのが長谷川博己さん、ね、キリンが来る、うん、どういう意味？キリン難しい字だよね。うん、ここにメモしてあるけど字がでっかくなっちゃうぐらいかな
そうですよ、収まりきれないですよね。はい、初めて書いたと思う、このキリンっていう字、うん、読めるけど書かないよな、確かに、うん、でこれがどんな意味なのかなって思ってちょっと調べてみたら、キリンっていうのが王が仁のある政治、あの仁義の仁、うん、人を思いやる気持ちを持って政治を行うときに現れるという中国の聖なる伝説の獣のことをキリンというと。で、まあ、応仁の乱の後荒廃した世を立て直して民の飢えや戦乱の苦しみから解放してくれるのは誰か、その立て直す人のもとにキリンはいつやってくるのかなという意味らしいです。ほう、なるほど、キリンの出現を待ちわびるそんなお話。うーん、明智光秀といえば信長を撃った裏切り者、はい、でも今回はそっち側からの話になるから、うん、どう覆してくれるのかっていう、ね、はい、視点が変わってのってことですね、うんうん、そうで、長谷川博己さんってあの2017年の小さな巨人、警察庁内部の誰が捜査一課長になるんだ、所轄はどうだって争ってた時も、はい、すごい上から虐げられつつも知力でやり返していくっていうのがハマってたんで、うん、今回もそんな感じかなと思って楽しみにしてます、はい、うん、では2、スカッとしたい、これは日曜日の10時30分から日テレ、タイトル長いよ、白でも黒でもない世界でパンダは笑う、うん、うん、なんか全然、うん、全然ピンとこなかった今白でも黒でもない世界でパンダは笑う、おお、まあ長いだけじゃなくて、な、うん、何の何のドラマなのっていうでこれが驚異的な身体能力を持つ謎の女ミスパンダって呼ばれる人と、うん、それを操る男飼育員の二人が目に見えない壁に阻まれた事件に大胆に切り込んでいって、世の中のグレーな部分に白黒をつけるアクションドラマ、うん、アクションドラマか、うん、タイトルから全然アクションドラマじゃなかったね、パンダさん笑って可愛いのかなっていう、うんうんうん、ラウホーもふふっていう笑いかな、うんうん、原作なしの完全オリジナル、ほう、でミスパンダ、身体能力抜群の女の人、セイのナナちゃん、 うん、ウロボロス覚えてる、生田斗真くんと、あ、はい、あの時の同僚のなんか目立たない、うん、あの、うん、女刑事さん、うん、なんかいきなり、うん、バーって戦った、はい、女刑事さんの役やった時に、はい、すっごい動きを、何この人って、うん、びっくりしたぐらいの彼女が演じる、うん、でその飼育員さんの方が横浜流星くん、中3の時に空手の世界大会で優勝、うん、全然見えないですよねなんかほわほわっとした感じ、うん、そのアクション抜群の2人のその戦いっぷりを見てスカッとしつつ、うん、事件も白黒ついてスカッとしたいなって、はい、うんうん、はい、楽しみになってきました、うん、ちょっとコメディ寄りだと私は嬉しいかなって、知り合いすぎない、うん、でもうん、方がいいけどどうかな、タイトル的にはちょっとコメディ要素入ってんじゃないって感じのタイトルじゃないですか、違うかな、ね、うん、どうなるか楽しみです、はい、では最後3、なんだかな、うん、これは2019年の秋のドラマのお話なんだけど、はい、平均視聴率第1位がグランメゾン東京、うん、12.5、 ほう、第2位同期の桜、うん、10.6、 う、3位シャーロック 9.8、 うん、というふうに発表しましたが、はい、ね、うん、化け物のような番組が、ああドクター X 、はい、18.3、 お、相棒 14.6、 あ、うん、まあ安定な、まあ、ここはもうシリーズものなんで度外視してベスト3紹介したんだけど、うんうん、はい、ね、なんかこのドクター X とか相棒に続くなんかすっごいみんながハマるシリーズものでなくても、うん、まあ、連ドラ一本でもいいから、なんかそういうの今年来るのかな、うん、最初はねどっちも相棒なんか2時間ドラマからスタートなんで、うん、なんかそういうの生まれないかなっていう、うん、そうですね、でも今回月9絶対レード、はい、絶対レードってなってましたね、なんで、うんうん、
びっくりしましたけどね、はい、やるんだ、うん、と思いました。だからなんかじわ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 と、ね、変わっていくのかな、はい、でも視聴率も良かったしね、うん、前回もね悪くはなかった、はい、楽しみにしてます、はい、ではここまでにしたいと思います。以上ドラマ大好きのコーナーでした。キンキンカー、どんちゃんです。最近さとみん猫の動画に癒されてるらしいよ。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、12歳の娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい、猫、はい、猫の動画が結構やっぱみんな最近上げてるじゃないですか、うん、それをこう見て、あ、かわいいなって癒されてる。さとみんの中ではもう今年は猫なのね、はい、うん、猫ですね。猫、もう猫推しになりました。ネズミ年なのに、ね、確かに猫年はないですからね。まあないけど、ネズミのライバル的な、はい、猫とネズミの追いかけっこが頭に浮かびました。猫かわいいんです。かわいいね。子猫の方が好きとか大きい猫の方が好きとかある？どっちも好きです。どっちも好きか。たまになんか、はい、何っていうぐらい鋭い目の猫とかも、うん、なんかそれもそれで可愛かったりするよね。でめちゃくちゃ顔の大きい猫とかあったりしますね。え、何このボテッとしたこの大きな顔の猫猫これっていうね。でも動物って癒されますよね、うん、ほっこりしちゃいます、はい、ということで、うん、ほっこりするかな。今日はですね、まあ、12歳の娘がいるということを話してたと思うんですけど、うん、昔小さな一言っていうのをやってたの覚えてます、うん、コーナー。そっちかい。久しぶりのあのコーナーそう、久しぶりのあのコーナー、小さな一言に、うーんとダイエット法の方かなと思ったそっちに言っちゃう、うん、小さな一言あった、あった、あった、ありましたよね、うん、で、まあそこまでコンパクトっていうわけではないんですけど、秀逸なものが、うん、秀逸というかね、うん、ちょっと私の中でその年齢に対してっていうのもあると思うんですけど、うん、ちょっともう話したくて話したくて、12歳っていう小学校、うん、6年生、今年そう、もう中学生になるんですよ。やだやだ制服だ、そう、うん、制服ですよ。もうすぐ採寸とかがあったりするんですよ、うん、次来るとき制服姿かもしれないよ、うん、そう、制服でもね悩んでたりするんですけどね。すっごいちびっこなので、でも私に似たら15センチは伸びるので、中学時代に大きくしとくべきなんだろうかなと思ったりするけど、でもちょっとかわいそうだよねとか思ったりということで紹介させていただきます。じゃあ12歳っていうのを想像して、そうですね、うん、ちょっと思い浮かべながら、はい、まあ、近くのお店よく買い物に行くところなんですけれど、うん、そこ時々あのカードに書いてある日付に 3×3 ぐらいの四角いマス9マスあって、うん、要はビンゴカードのようになってるんですけど、うん、そこに日付が書いてあって、その日にお買い物するとハンコがもらえるんですね、うん、でそこで縦とか横とかビンゴになったらプレゼントがもらえるっていうことをやってるお店があるんですけれど、うん、そこで娘と買い物に行って、ちょうどその押してもらえる日だったんですよね、うんうん、でその押してもらえる日もその日付に書いてある日にちじゃなきゃダメっていうんじゃなく、サポート的な感じでこの日に来たらどこにでも押してあげますよっていう日もあるんですよ。その日にお買い物に行って、うん、でその時に私が全部やりたいっていうので、うん、なんかお買い物したカゴをレジまで自分で持ってって、うん、でやり取りもしてって払って、うん、最後まで全部自分でやりたいって言うから、あ、分かったって言ってお金渡して、うん、そのカード渡して、うん、で今日はどこでも押してもらえるから、うん、いいとこ押してもらえないよって言って、うん、どこだろうって一生懸命見てて、うん、あ、ここにしようって決めて、うん、で並びました、うん、でその並んで終わった後にすごい顔してすごいよって言うから、うん、どうしたの、あのお兄ちゃんね何も言わなくても分かってくれたのって言うんですよ、うん、何があった、いや、ここに押したいって思ったところに何も言わなくても押してくれたのすごいよねって言うんですけど、うん、いや、まあ大人だしこっちからしたら押してほしいところは一つだけが二つ揃うところだった、うん、他は一個しか一列しか揃わないけど、うん、ここに押せば二列揃いますよっていうところだったんですよ、うん、だから大人からしたら、うん、まあ、当然そこだろうっていうので、うん、まあ、聞く前に基本は多分聞いてくれるんでしょうけど聞かずとも押したんでしょうね。でも娘からしたら何も言わないのに、私が言わないのに分かってくれたし、ここをまさか何も聞かずに押してくれるなんてっていうのがあったんでしょうね。あのお兄ちゃんすごいとかってすごい感動してたんで、うん、いや12歳だよねと思いながら、うん、ちょっと考えればね、パッと見たらここに誰しもがね、うん、押すって思いそうなのに、
あーまだこういう感覚なんだと思いながら、うん、かわいいなと思いつつ、うんね、若干大丈夫かとは思ったんですけど、いやでもいい子じゃない、うんねうん、子供によっては聞いてくれなかったってなりそうなところを聞かなくても分かってくれたってその前向きな発想が私いいなって思った、うん、悪い方に考えないのが、うんうんまあ、びっくりしました。すっごいすっごいバババババと戻ってきたんで、うん、分かってくれたって、うん、ちょっと面白かったし、でも大人だったら分かるんだよっていうのも喜んでる手前で言えなかったので、ああえそうなんだすごいねって、あのお兄ちゃんきっと賢いんだねとか言いながら、うん、合わせたけどこれでいいのかなっていう思いはあったので、うん、いいと思います。いいかな、うん、私だったら絶対聞いてくれなかったって泣く方だと思うんで、うん、なるほど、うん、はい、まあ、ちょっと面白かったので面白くて純粋だよね本当面白くて、うん、であともう一つが、うん、同じような感じっちゃ同じような感じなんですけど、うん、リンゴちゃんっているじゃないですか、うん、モノマネをする、うんうん、そのリンゴちゃんを見て、はあ、可愛いのに男の人みたいな声、あの人そんな声が出せるんだねって言って、私もああえうん、でも私も正直どっちかがわからないんですよね、うん、リンゴちゃんが女の人なのか、うん、本当男の人なのかは正直わからないんですが、私の中ではきっと男の人なんじゃないのかなリンゴちゃんっていう風に勝手に思ってるんですけど、娘からしたらもう外見を見てこの子は女の子なのに男の人のあんなのぶとい声が出てすごいって感動している娘を見て、あ何の疑問も思わないんだと、どっちかなとかってうん、思ったりもしそうなのに、あーって姿を見たらもうこの人は女の人で、マツコデラックスさんですら彼女はこう女の人だと思っているので、あー姿形から特に何をどうこう思うわけでもなく純粋に実際見える姿で、うん、もう全て判断するなっていうところが、うん、あーまだまだいろいろなことを考えないんだね、あっちゃこっちゃいろんなこと考えそうじゃないですか、うん、もうそろそろね、なのにあまだまだ純粋なんだねって、うん、でもいろいろもうちょっと考えるようになってもいいんじゃないかなって思ったりしながら、うん、私はあんまりリンゴちゃんはリンゴちゃんと思って、うん、かわいいですよねあのリンゴちゃんギャップがね、 ね、うん、そうそうそうやっぱあのギャップがあるから、うん、普段普通に話しててあかわいいよねって思っちゃうんですかね、うんうんうん、結構個性的なのにかわいいって思わせるリンゴちゃんがすごいって、うん、メイクが上手かもしれない、うん、あ肌ツヤツヤって感じじゃない、うん、そうですね、うん、はいツヤツヤ、うん、年齢とかもすっごい気になると思いながら公表してないんだよね、うん、でもまあ公表しない方がいいんでしょうね、うん、どっちでも思ってくださいが、うん、特に、ねうんね、子供とかはリンゴちゃんって、うん、というような形で、うん、もうすぐ中学生とはいえまだまだ可愛らしい一面があるんだなと、うん、改めて思った今日この頃でございました。ということで新年は久しぶりの、まあ、小さな一言もどきをお届けしました。以上松尾由香の何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。途端大人になったらどうする、ね、そうなっちゃうかな、どうでしょう、ね、もう本当にすっごい言ってるんで、うん、もう事務所いいなってどうしてお休みの日じゃないのって、お休みの日はみんな働いてるからねとか言いながら、どっちか、うん、中学がいいなじゃなくてここに来たい、もうとにかく来たいって言って、早引きしてもいいよ、いやよくないしみたいな、えそんなえ来たって何もしないじゃん、うんうん、ただ痛いのというか私も出たい、いや出れないしみたいな出ないから、行ったって無理だから言いながら、でも事務所には来たがってます。時々ねえ社長って元気なの元気なんじゃないって言って、そっかって、アイスクリームをね前食べさせてもらったの覚えてんのかなと思いながら事務所に来たがってます。大歓迎です。では告知お願いします。はい、
金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにブレザーセーラー服どっち？ブレザーです。エンジのネクタイを。あー、かわいい、はい、私もブレザーでリボンでしたね。うーん、セーラー服とブレザーだった、うん、おー、いいなはい、ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。